もう堅い守備というところが持ち味の、両チームの戦いになりました、山田選手はそこの守備を崩すためにどのように、プレーされてましたか。僕自身の狙いとしては逆サイド右サイドからのクロスに、僕が逆サイドから入っていって、それを折り返して、チャンスを作ったり、そのままゴールに、合わせていけたらいいかなという狙いを持ってやるようにはしてましたし、自分がボールを持てば逆に、クロスボールを入れて相手の嫌なところにボールを入れていければいいかなと思いながらやってました。その山田選手の動きもあって劇的な、同点ゴールになりました。その瞬間の気持ちを教えてください。正直失点してしまって、苦しい時間帯が続いたんですけど、本当入って、田中智選手が同点ゴールを決めてくれて本当に嬉しかったと同時に、まだ時間は残ってたので、本当逆転目指して本当最後の最後まで戦おうという意識でやってました。次節はアベーでの盛岡戦になります。意気込みをお聞かせください。ここからまた連勝していけるように、本当一試合一試合、勝ち点を積み上げていけるように、毎日毎日取り組んでいきたいと思います。